どうもプロタンです。いやからのパンティーピクサーどうもレイナです。ということで今日はレイナさんとの動画はこちらポンリスポン、はい、リスポンというあのアプリなんですけど、これでもレイナさんにマジぴったりだなと思って、レイナさんって結構声に特徴あるじゃないですか、はい、僕イケボでレイナさんも結構萌えボイスって言うんですよね。そうなんですね。なんて言うんだろう、可愛らしいような声じゃないですか。あ、はい、まあその声に特徴がある人たちが、まあ可愛い声とか萌え声とか、うん、あとツンデレ声とか、まあ、うん、ほんと声に特徴がある人たちが集まったそのアプリなんですよ、うん、で、あのフォロワー、僕もその登録しててプロタンっていう、まあ、フォロワーゼロなんですけど、あ、フォロワー8人もいる。はい、で、声、なやっぱ声フェチな人とかいるじゃないですか、はい、妹声に叱られたいとか、あ、そう、結構お姉さん的な人に罵られたいみたいな、僕ド M なんで常にあるんですけど、リクエスト履歴っていうのを見ると、これもうね、あの僕要求してて、このみことさんっていう人と、あとこのチーメロディーさん、いろいろいるんですよ、あの声をアップしてる人たちが。で、この僕今回このみことさんとチーメロディーさんに、まあ、あの見てください、萌え声で叱ってほしい、激しめちょっと恥ずかしいんですけどあの、はい、すいません、はい、ちょっと恥ずかしいんですけど、アニメの代表的なものを言ってほしい。妹が怒るような萌え声。萌え声。萌え声。どこの産地なんでしょうね。美味しそう。ピンクの米。帰ってきたんですよ。次の日ぐらいにも帰ってくるんですよ。リクエストの応じた声が。はい、この人たちが。親切にも。はい、ありがとうございます。送ってくれた人たち。で、今回、その送ってきた声と、レイナさんの声。どっちがキュンとするかっていう萌え声動画になりますんで、すごい、はい、ちょっと聞いてみます。このみことさんってやつ、みことさん送ってもらったんですよ。萌え声で叱ってほしい。じゃあ行きたいと思います。萌え声で叱ってほしい、激しめ、気持ち悪い。こんなの送る暇あったらさっさと筋トレしなさいよ。筋トレつべこべ言わない。わかったわよ。やればいいんでしょ。もうさっきからゴロゴロしちゃって、早くやりなさい。ちゃんと頑張りなさい。わかった？ほんと、世話が焼けるわ。萌え声で叱ってほしい。リピートされるんだ、ずっと。こういう系なんですよ。意外にいいもんっすね。じゃあちょっと、今のはみことさん。レイナさん、じゃあお願いします。じゃあお願いします。レイナさんの萌え声で叱るまで、3、2、1、9。こら。はい。じゃあこれ。あくまで個人的なアニメの名言集。どうぞ。うるさいうるさいうるさい、あんたバカ、人がゴミのようだ。バルス、目が目が、こんな時どんな顔をすればいいかわからないの。笑えばいいと思うよ。だが断る。このド兵隊ド兵隊兵隊隊連。じゃあ、あの天空のショーラプターの、はい、人がゴミのようだって言ってみ見てください。じゃあお願いします。人がゴミのようだ。つまんねえ。ちゃんの上腕に頭筋触ってると、とっても安心する。もっと触ってもいい？ああ、妹ってこんな感じなんだね。鍛えてると彼氏に対して思いっきり甘える。あ、これとか使えるんじゃないですか、レイナさん。もし彼氏できた時に、はい、スマホばっか見てないでこっち見て。かわいい顔。あんもう目そらさないで。君はずーっと私だけ見てたらいいの。他の人なんて見たら絶対ダメなんだからね。こんなの言われたら恥ずかしいんだけど、俺だって彼氏に対し、彼女がこんなことね、スタバとかで言ってきたら、黙ってみてください。ねえ、
はい。中所中所中所ってな。何その、ヤンキーみたいな、中所みたいな。なんすかその、いろいろギャップがあるやつ。ねえ、中所どこ行くんですかそれ。中所ゲーセン行くっしょみたいな感じ。はい、で、他にも、この ASMR っていうやつなんですけど、立体音響。これイヤホンで聞くと、めちゃめちゃ半端じゃないですよ。僕もさっき聞いたんですけど、すっごいね、ほんと全然違う。男のイケボとかもあるんで、女性視聴者さんね、もし見てる人いたら、ほんと男の俺でもなんか、あ、ずっと聞いていたいみたいな感じなんで、ま、ぜひちょっと聞いてみてください。女の人もね、すげえ美人な声で。ねえねえ。これちょっと聞いてみてください。お姉ちゃんが、耳かき。僕さっきこの人の声聞いたんですけど、めちゃめちゃ、この耳かきをお願いします。ね、耳を触るのが嫌いな。なんかね、そういったシチュエーションで声出してるみたいです。そんなに必死に耳を触る、はい。で、リスポンはまあホームページ、本はこんな感じですね。いろいろカテゴリー演技とか、まあいろいろね、ミュージックとか、ほんと声フェチな人はほんとすごいおすすめだと思います。はい。で、アラームとか言って、いろんな声がね、こうやって上がってるんですよ。声、さっき、萌え声の人とかいたじゃないですか。ほら、朝だよ。起きて。はい。こんな感じで。遅刻しちゃうよ。早く起きて。で、僕たちちょっと今聞こえてないですけど、さっき俺聞いた時はすごいね、いい感じで、なんか起きやすかったりするんで。で、こちらのライブっていうカテゴリーで、ライブ配信もしてるんですよ、これ。このキャストさんたちが、実際に声アップしてる人たちが、実際にその配信してる時もあるんで、そういう時に、リアルにコミュニケーションできるんですよね。はい。文字とか送ったりして。で、それとアプリ内で人狼のゲームもできるようになったみたいなんで、まあ、それこそまた面白いですよね。はい。で、最後、ちょっと告知なんですけども、12月30日ですね、リスポンのライブ配信僕もやりますんで、まあ、内容はね、ただまったりと、まあ、今年のね、振り返りと来年の抱負なんかをやろうかなと思うんで、まあ、ぜひね、来てみてください。ということで、まあ、声ヘチな人はね、すごいおすすめなアプリなんで、まあ、ちょっと開いてね、まあ、目覚めが悪い人とか、特に眠りが弱い人とかいいかもしれないですよね。声聞いてるだけで眠くなるみたいなボイスも、特に立体音響のやつは僕おすすめだったんで、最後、レイナさん、萌え声で、インストールしてねって言ってみてください。インストールしてね。はは、取れない。じゃあ僕もイケボでやりたいと思います。インストールしろよ。お願いします。俺の声に惚れたと思ったら、インストールしろよ。よろしく。大好きだよ。どう思います？はい、いいと思う。